朗読白痴作ドストエフスキー前回の続きからです汽車に乗ってから僕はこう考えました今僕は世間の人のところへ行くところだおそらく僕は何一つ 世間のことは知っていないなかもしれん。けれども新しい生活がやってきたのだと僕は自分の仕事を正直にしっかりと成し遂げようと覚悟を決めました世間の人といたらおそらく退屈で重苦しくもなるだろうしかしまず何よりも全ての人に対して 丁寧にザックバランにしたいと思いましたそれ以上のことを僕に望むのは無理というものですからねひょっとしたらここでも僕は赤ん坊扱いされるかもしれませんがそんなことは構ったことじゃありませんまた誰もがなぜかしら僕のことを強人だと言いますが実際僕も一時は 人同然なくらいに体の具合を悪くしたことはありましたそれにしても自分ではっきりと承知しているなんてとんだ狂人もあったものですねここへ入ってきて僕は考えました母僕は狂人だと思われているなけれどもとにかく俺は利口な人間だそれがやつらには飲み込めないんだ と、僕はよくそういうことを考えています。ベルリンへ来て子供たちが忘れずに書いて起こしたかわいい手紙を受け取った時僕はどんなにあの連中をかわいがっていたのかそれだけのことがしみじみとわかりました。最初の手紙を受け取るのは実につらいものです。子供たちは、 僕を見送りながらどんなに悲しい思いをしたことでしょうひとも前から見送っていたのですレオンが行ってしまうレオンが行ってしまってもう帰らないと言って僕らは毎晩以前のように滝のところへ集まって別れる時の話ばかりしていました時には元のように楽しいこともありましたが 「いよいよおやすみなさい」を言って別れる時になるとしっかりときつく僕を抱きしめるのでしたこんなことは以前にはなかったことです中にはたった二人きりみんなのいないところで僕を抱きしめて接吻したいばかりに一人でこっそりと走ってくるものもありました さていよいよ出発ということになると子供たちは隊を組んで駅まで見送ってくれました飛車の駅は村からまず1エルスターくらいのところにありました彼らは泣くまいと思ってこらえていたのですが多くの者のはこらえきれないで声を立てて泣きましたが女の子などはことにそうでした 僕たちは遅れまいとして急いだのですが中のあるものがふいに道の真ん中で僕に飛びついてきてちっちゃな手で僕に抱きついて接吻しましたそのためにみんなが立ち止まったりしました僕たちは急いでいたとは言うもののみんな立ち止まってその子が別れを告げてしまうまでじっと待っていました いいよいよ汽車に乗って汽車屋が動き出すと子どもたち一同はウラを叫んですっかり汽車が見えなくなるまでじっといつまでも立っていました僕の方でも子どもたちの方を見守っていましたそうそう僕がさっきこちらへ入ってきてあなたたちの優しいお顔を見た時僕はこの頃よく人の顔を眺めているのです あなた方の最初のお言葉を聞くと、僕はあの時以来、初めて心の中が軽くなったのでした。さっき僕はもうこんなことを考えたのです。僕はことによったら、実際に幸福な人間の一人かもしれないって。僕はちょっと会っただけですぐ好きになれるような人には滅多に会えるものじゃないってことをよく知ってるんですからね。 ところが汽車を降りてくるや否やあなた方に会うことができました自分の感情をみんなに話すのは恥ずかしいことだとくらいは百も承知ですか。今こうしてお話ししていながらあなたたちを相手にしていてちょっとも僕は恥ずかしくはないのです僕は人に会うのが嫌いですからおそらくここしばらくの間はお宅へも上がらないでしょう と言ったからと言って、悪意があるとはおとりにならないでください。決してあなた方を見下げていて、こんなことを言ったわけではないのですから。また何かで僕が腹を立てたように考えられても困ることです。時に先ほどあなた方のお顔のことで、どんな観察をしたかというお尋ねがありましたね。僕は大喜びでお話しいたしましょう。 アデラリーダ・イワノーブナさんあなたは幸福そうなお顔お三人の中で一番愛嬌のあるお顔をしておられますねそればかりでなく大変お器量がよくってあなたのお顔を見ているとこの人は大好きな妹のような顔をしていると言いたいくらいですあなたは何気なく愉快そうに人に近づいていますが 間の息心をすぐに飲み込む力をお持ちですそれからあなたはアレクサンドラ・イバノーブナさんやはりお綺麗な大変お優しいお顔をしておられますが多分あなたは何かしら秘密な悲しみをお持ちですねお心はもちろん極めて善良なのですがそんなに陽気じゃございませんちょうどドレス店ンにある ポルバインのマドンナのようなある特殊なニュアンスがお顔に見えるのですさあこれがあなたの人相ですよ僕はうまく当てたでしょあなたがご自分で僕のことをよく当てる人だとおっしゃったのですからねところで今度はあなたの人相ですよリザビータ・プロコフィーナさん といいきなり将軍夫人の方を向いて「あなたのお顔のこととなると僕にそんな気がするというばかりではなくはっきりと信じて疑わないのです」「あなたはなるほど相当のご年配ではありますけれど何事につけても良きにつけても悪しきにつけても何事につけても全くの赤ちゃんだと思いますよ」 こんなことを申ししたかららって、お送りにはならないでしょうね。僕が子供というものをどんなふうに考えているかよーくご存知のはずですからねそれからあなたたちのお顔のことを僕が何心なくこんな忌憚なく申し上げたと思いにならないでくださいおう違いますとんでもないことですおそらく僕は僕なりで下心があったのでしょうよ 「7」「講釈が口をつぐんだ時一同の者は楽しそうに公爵を眺めたがリザビータ夫人は殊にそうであった」「まあ試験されちゃいましたわ」と夫人が叫んだ「いかがです宿女諸君あなた方は公爵をまるで哀れな子供みたいに」 保護でででもししてあげる気でいらしたんですね。ところが公爵の方であんた方をやっと引き立ててくださったんですよ。おまけにほんの時たまにしか来られないという条件付きで。まあ私たちは良い加減にバカな目を見たわけになりますけれどそれでも私は嬉しいんですよ。一番バカを見たのはイワン・フィードルビッチですわ。素敵ですわ公爵。 私たちはさっきあなたを試験するように言いつけられていたんですからねそれはそうと私の顔についてあなたがおっしゃったことは全くその通りでしたわ私が赤ん坊だってそれは私もよく知ってますのそれはあなたがおっしゃる前から分かっていたのですけれどあなたは私の考えていたことをただの一言で言いのけたのです あなたの性質はそれこそ全く私とそっくりだと思いますの。まるで生き写しですわ。ただあなたは男ですけど、私は女でスイスへ行ったことがない。それだけが違っているだけです。そんなに慌てないでよママ。とアグライアが叫んだ。 公爵がいろいろ打ち明けなすったのは下心があってのことで何心なく言ったんじゃないってご自分でおっしゃってるんですよ。そうだわそうだわ。と他の者も笑ったそんなにからかうもんじゃないよ公爵はひょっとしたらお前たち3人を一緒にしたよりももっともっとずるいお方かもしれないからねええー、かい けど、ねえゴーあなたは一体どうしてアグライアのことを何ともおっしゃらなかったんですのアグライアもあてにしていますし、私も待っているんですよ。すぐには何にも申し上げられません。後ほど申し上げます。どうしてですのこの子は目立つように思うのですけれど。 ええ、そう目には立ちますねあぐらや岩信ナさんあなたは素敵な美人ですあなたを見るのが怖いほどの綺麗なお方ですたったそれだけですの性質の方はと夫人はせがんだ美の批評は難しいことです僕にはまだ用意ができておりません 美は謎です。それはつまり、アグライアに謎をかけたことになりますね。と、アデライータが言った。解いてごらんよ、アグライア。でも、綺麗でしょ。公爵、綺麗でしょ。実に。独行爵は、心を惹かれて、アグライアを見つめながら。 熱のこもった調子で答えた。お顔はすっかり違いますけれど、だいたいナスターシャ・フィリップモナと同じことです。一同はびっくりして互いに顔を見合わせた。え、誰とですって夫人は長く引っ張った。 ナスターシャ・フリップ・ボナとあなたはどこでナスターシャ・フリップ・ボナとお会いになりましたの一体どのナスターシャ・フリップ・ボナですのさっきガブリーダ・アルタリオニツさんがイワン・フィオトル・ビッチさんに写真をお目にかけていたんです。なんですってイワン・フィオトル・ビッチのところへ写真を持ってきたのですか そう、お目にかけにナスターシャ・フィリップ・ボナが今日ガブリーラ・アルダリオンチスさんに写真を進呈したんですってそれをお目にかけに持っていらしたんです私見たいわと夫人が叫んだ「その写真はどこにあるんでしょう?」あの人に進呈したのなら「あの人のところにあるはずだわ」 でもあの人は無論まだ書斎にいるでしょう。いつも木曜ごとに仕事しにやってきて決して4時より早くは帰らないのだから今すぐにガブリーラ・アルダニオン氏を呼びなさいいいわよすわ死ぬほど会いたいわけでもないからねえ公爵お願いですからね書斎へ行ってちょうだいな写真を借りてここへ持ってきてくださいな ちょっと見たいからっておっしゃってておしゃね。どうぞ。いい人だわでもお人よしすぎるわね。と公爵が出て行くとアデライーダが言ったそうねなんだかすぎるわね。とアレクサンドラが尻馬に乗った。 だから少し滑稽なくらいだわ二人とも考えていることをすっかり言わないらしかった「もっとも私たちの顔のことではうまく言い抜けたわ」とアグライヤが言ったみんなにおせ辞を使ってママまでにも「どうぞだからシャレは言わないで」 夫人は叫んだ。「あの人がお世辞を使ったわけじゃなくって私がお世辞に乗せられたんですよ」「あの人がうまく逃げたとでも思ってるの?」とアデライーダが聞いた「私そんなにお人よしじゃないと思うわ」「さあまた始まった」と夫人は怒り出した。 私から見るとお前たちの方がずっと滑稽だわ。お人よしだけれど腹は黒いわよ。むろんこれは高尚な意味でまるで私とそっくりだわ。僕が写真のことなど言い出したのはもちろん間違っていた。と公爵は書斎に近づきながら幾分両親の呵責を覚えて。 一人反省してみるのであったしかし事によったら言い出したことがかえってよかったかもしれない胸の中にはある不思議な観念がひらめき出したとは言ってもなお漠然としたところがあったガブリエラ・アルダニオンチはまだ書斎に座って 書類の整理に余念がなかった。実際彼は会社からいらずらに給料をもらっているのではないらしかった。公爵から写真を頼まれ連中が写真のことをいかにして知るに至ったかということを聞かれると彼はひどくどぎまぎした。ええー、なんだってあんたはそんなおしゃべりをする必要があったんです。 彼は腹立たしげに叫んで口の中でブツブツ言っていた「ごめんなさい何の気なしについうっかりしていて話のついでに出てしまったんです」「僕はアグライアさんがほとんどナスターシャ・フィリップ・ボナさんと同じくらいにきれいだと言ってしまったんです」「ガーニャは」 もっと詳細にわたって話してくれと頼んだ。公爵は話して聞かせた。するとガーニャは再びあざけるようかのように彼を見つめた。ナスターシャ・フィリップ・ボナも偉い人に覚えられて。と彼はつぶやいて言い終わらずに考え込んだしまった。彼は明らかに、 をきたしていた公爵は写真のことを促した「ねえ公爵。とガーニャは思いもよらぬことに胸を打たれたかのように不意に言うのであった「僕はあんたに大変なお頼みがあるんだけど実際わからないものですから」 彼はドキまギして話を途中で切ってしまった何かしら覚悟を決めて自分自身と戦っているらしかった講爵は黙々として待ち構えていたガーニャはもう一度腹を探るような目を据えて相手をじろじろ眺めた講爵、 またもや言い出した。もやし「今あの人たちは僕のことをある実に不思議なそして滑稽な事情のためにしかも僕にはこのことでは何のとがもないのにいや要するにこんなことは言う必要はないのですがあの人たちは僕のことを少々怒っている様子ですだから僕は呼ばれもしないのにあちらゆっきはないのです」。 しかし、あぐらや岩信なさんと今ぜひともお話ししなければならない用事があるんですが、万一のためをおもんばかって、ちょっと手紙を書いておきました。ところが、どうして渡したらいいものかわからないのです。どうかこうしゃく、これをお持ちなすってアグラ、あぐらや岩信なさんに早速お渡しくださいませんかもっとも、 アグラや岩信さんを一人だけ、つまりその他の人に見つけられないようにいいですかこれは決して内緒ご事や何かじゃないのでして何もそんなことはでも引き受けてくださるでしょうかそんなことをするのは僕はあまり良い気持ちじゃありません特者釈は答えた ああ、紅白僕にとってはとても切羽詰まった用事なんですが」とガーニアは哀願し始めたあの人も多分返事してくださるでしょうお察しください僕はただ押し迫っているので非常に押し迫っているのでそれでお頼みをしたわけなんです他に誰一人届けてくださる方もないんですからね これは実に大事なことでして僕にとっては非常に重大なことなんですガーニャは公釈が承諾してくれなかったらと極度におじけづいておずおずと頼みながら公釈の目の色をうかがっていた「そんならまず渡してあげましょう」ですけれどただ誰にも気づかれないようにですよ。 いい気持ちになってガーニャは念を押したそれに何ですね公爵。決しておっしゃったことに間違いはないだろうと存じますがよろしゅうございますね誰にも僕は見せませんよと公爵は言ったこの書面には封がしてありませんがしかし ガーニャはすっかりもじもじしながらこう言いかけたが急に孫ついてやめてしまった「ああ決して僕は読みやしませんよ」と講釈はしごくあっさり答えて写真を撮るとたちまち書斎の外へ出て行ったガーニャは独りぼっちになると頭を抱えた。 あの人のただの一言で俺は俺は本当に縁切りになってしまうかもしれないんだ講クは物思いに沈みながら歩いていった頼まれたことを思いガーニャがアグライアにやる手紙のことを思うと不愉快な気持ちがしてならなかったしかし客間からまだ2つの部屋が残っているところで彼は 何事かを思い起こしたようにふと立ち止まって辺りを見回し窓の光の差す方へなるべく近く寄り添ってナスターシャ・フィリップ・ボナの写真を見つめ始めたこの顔の内に隠されていてさっき自分の胸を打った何者かの謎を解きたいような気がしたさっきの印象がまだほとんど残っていたが 今は何者かを再び確かめようとでも焦っているらしかった美しいということばかりによってではなくさらに何者かによっても類いまれなるこの顔は今は一層力強い感銘を彼に与えたこの顔には限りないプライドとほとんど憎悪に近い軽蔑の念とが浮かんでいるように思われる またそれと同時に何かしら他人を信頼するようなもの何かしら驚くばかりに天真爛漫なものがありこの異なった二つのものの対象はこの面影を見るものに一種の憐憫の情王すらも引き起こすように思われるこのまばよいほどの美しさ青白い顔ほとんど 落ちくぼんだような方燃えるような目の美しさはたまらないほどの魅力を持っているまことに不思議な美しさであった公爵は1分間ばかり眺めていたがやがてふと我に帰って辺りを見回し急いで写真を唇に近づけて接吻した1分間して 客物の中に入った時彼の顔はご供のあげに静まり返っていたしかし彼が食堂に足を踏み入れるや否や危うく向こうから出てくるアグライアにに戸口のところで突き当たろうとした彼女は一人きりであったガブリーラ・アルダニオンチさんが これをあなたに渡してくれとのお頼みでした。と公爵は書面を渡しながら言った。アグラーヤは立ち止まって書面を受け取ると、なんとなく不思議そうに公爵を見た。その瞳には、いささかもうろたえたような気配がなく、ただ幾分驚いたような様子が見えたが、しかもそれも、ただ単に、 公爵だけに関連ししたた。ものらしかったアグライアの目は確かにいかにして公爵がこの事件にガーナと共に登場してきたのかとこれに対する報告を要求しているらしかったしかも落ち着き払ってオーヘンに要求しているのである二人は二、三秒の間 互いいに向き合って立ってて立たがついに何かしら皮肉めいた感じが彼女の顔に浮かんで彼女は薄笑いを浮かべながら傍らを通り過ぎていった将軍夫人はしばらくの間口をつぐんだまま別に気にも留めないような風をしてナスター社フィリップ・ボナの写真を見つめていたが夫人はその写真を ひどく感心したように目から遠ざけて差し伸べた手に支えていた「そうきれいだわね」とついに言い出した「なかなかきれいだね私は2度もこの人を見ている最も遠くからだけれどそれであなたこんな美しさをあなたは尊重してるんですね」 いいきなり公爵の方を向いた「ええこんな」と公爵はやっとのことでこう答えたつまりちょうどこんなのをですねちょうどこんなのをですどういうわけでこの顔には「 かなりりの苦しみがあります公爵はあたかも独り言を言ってるかのように何とはなしに我知らず語っているかのようにこう言ったがそれも決して「質問されたから答える」というようなふうはなかったそれにしてもひょっとしたらあなたは夢を見てるかもしれませんね。 と夫人は断定してぎょうな身振りをして写真をテーブルの上に放り出したアレクサンドルは写真を拾い上げたするとアデライーダがそれに近づいて2人は共に眺め始めたちょうどこの時アグライアがまた客前へ帰ってきた なんていう力でしょう」とむさぼるように姉の肩越しに写真を覗き込んでいたアデライーダが不意に叫んだ「どこにさどんな力なの?」。リザビータ・プロコフィーナが鋭く聞き返した。こういう美しさは力ですわ。 と熱心にアデライダが言った。こんな美しさを持っていたら世界をひっくり返すこともできるんだわ。彼女は物思いしげに画家の方へ後ずさりした。アグラヤはほんのちょっと写真を覗いて軽く目を細くし下唇を突き出してそばを離れ 両手を組んで脇の方へ腰掛けた夫人はベルを鳴らした「ガブリイラ・アルタニオンジスさんをここへ呼んできておくれあの方は書斎にいなさるはずだから」と部屋へ入ってくる召使いに言いつけた「ママ と意味ありげにアレクサンドラが叫んだ「あの方に私は二言ばかり言いたいのただそれだけでたくさんだわ」と夫人は娘の抗議を抑えながら咳き込んで後を言わなかった彼女は明らかに苛立っていた「あの猫を尺」 うちでは今何もかも秘密なんですよ何もかも秘密その方がいいんですとさ一緒の礼式ですってバカバカしいそれにこんなことは何よりもざっくばらんにはっきりと正直に言った方がいいことなんですからね今縁談が決まりかけているんですけれど私はこんな縁談は気に食わないんですの ママ、何をおっしゃるのとまたもやアレクサンドロはうてて母を食い止めた「なんだねお前はお前は自分では気に入っているの公爵が聞いてらっしゃるからって私たちはお友達なんですよ少なくとも私とは神様はむろん、いい人たちを探していらっしゃるから悪い人だの浮気者にはご用がないんですよ」。 分けても今日は一つのことを決めておきながら、明日は違ったことを言うような浮気者には御用がないんですって。わかりましたかね、アレクサンドラさん。この人たちはね、公爵、私を変人だって言うんですけど、私にだって物の区別くらいはつきますよ。情というものが大事ですからね。あとはみんなつまらないものです。知恵というものももちろん必要ですわ。 多分知恵が一番大事かもしれない。笑うのはよしてアグラーや私は自分でつじつまの合わないことなど言いやしないんですからね情があって知恵のないバカ者は知恵があって情のないバカ者と同じように不幸せなバカ者なんですからねこんなことは昔からの真理ですよところで私は 情ががあって知恵がないバカ者だし、「お前さんは知恵があって情がないバカ者だししてみるとどちらも不幸せで2人とも苦労するわけですよ」一体、なでであなたは不幸せですの、ママ。とアデライーダはたまらなくなって問いかけたが彼女は一座のうちで「おそらくただ一人」 陽気な気持ちを失わなかったように思われた「第一に学問のある娘たちがいるから」と夫人は言い返した「もうこれ一つだけでもたくさんだから余計なおせっかいはしないことだわ」「口数の多いのももう結構だわ」「まあ見てましょうよ知恵があって口数の多いお前さんたちお二人が」 どんなふうに切り抜けてゆくかそして、一番ご立派なアレクサンドラさんあなたがあの大事なお方と一緒になって幸せだかどうだかをああ。と、夫人は中へ入ってくるガーニアを見ながらこう叫んだ。ここにもまた婚約の一人がお見えになった。いらっしゃい。 彼女は「おかけなさい」とも言わずにガーニャのお辞ぎに答えた「あなたも結婚なさるんでしょう?」「結婚えどんな結婚?と」とガブリイラ・アルダニオニチはすっかり面食らってこうつぶやいた彼はひどくどぎまぎした じゃあ家をお持ちになるんでしょもしそういう言い方をした方がいいんでしたら「いえ私はいえ」いいえとガブリエラ・アルダニオニチは嘘をついたが決まりが悪くて顔が赤くなった彼は脇の方に腰をかけているアグラーヤをちらと見たがすぐに目をそらしてしまった アグラーヤは冷ややかに落ち着き払って目を離さずに彼を見つめたが彼女は彼の狼狽している様子を見守っていたのである「いいえ」ってあなたは「いいえ」とおっしゃいましたね。と堅いじな夫人は執念深く追求した「もういいわ今日という今日水曜の朝」 私の問いに対していいえとあなたがおっしゃったことをよく覚えておきましょうよ。今日は何用水曜きっとそうでしょうママ。とアデライーダが答えたいつも何日か知らない今日は何日 ?27 日です。 ガーニャが答えた27日ある意味でそれは結構ですわさようならあなたにはお仕事がどっさり終わりでしょうね私ももう支度をして出なければなりませんあなたの写真を持っていらっしゃいあなたの幸せなイニアさんによろしくまたお目にかかりましょうね時々遊びにいらっしゃい 私はこれからあんたのことを話しにベラコンスカヤのおばあさんのところへわざわざ出かけるところです。それからね公爵、私は神様がとりも直さず私のためにあなたをスイスからペテルブルクへ連れてきてくださったのだと信じてますよ。多分あなたにも他にいろんな用事ができてくるでしょうけれどそれも主に私のためなんですよ。 神様はそういうおつもりでいらしたはずですもの。さよならお前たち。アレクサンドラ、ちょっと私の部屋へ来てちょうだい。婦人は出て行った。ガーニャは心乱れ、焦然として、息きどおろしく、テーブルから写真を撮って、苦々しくゆがんだ微笑を浮かべながら、公爵を顧みた。 公爵、私はすす。ぐに帰宅しますもしも私のところへ下宿なさろうっていうおつもりに変わりがなかったらお連れ申しましょうさもないとアドレスをご存じないでしょうから「公爵ちょっとお待ちください」とアグラヤが椅子から身を起こしながらふいに言った「あなたはまだ私のアルバムへ何か」 書いてくださらなきゃあきませんよ。パパがあなたを納書家だって申しましたから。すぐに私持ってまいりますわ。彼女は部屋を出て行った。公爵、またいずれ、私もおいとまします。アデライーダが言った。彼女はしっかりと公爵の手を握って、 優しく愛想よく微笑みかけて出て行ったガーニャには目もくれなかった「あれはあなたが」とみんなが出ていくや否やガーニャはふいに公爵に食ってかかりながら歯ぎしりし始めた「私が家を持つなんてあれはあんたがおしゃべりしたことだ」。 と彼はすさまじい顔をして恨めしげに目を光らせながら半ばささやくように早口につぶやいた「あなたという人はずうずうしいおしゃべりだ」「あえて申しますがそれはあなたの思い違いです」と冷静に丁寧に講釈は答えるのであった。 僕はあなたが結婚なさるとということは知りもしななかったたんです。あなたはさっきイワン・フィドルビッチさんが今晩ナスターシャ・フィリップ・ボナのところで万事が解決すると言っていたのをお聞きになってそれを告げ口なすったんです嘘を言ってあの人たちがどうして書きつけられるもんですかいまいましいあんたのほかに誰が言いつけるあのババアめ。 私をあてこすったじゃありませんかあてこせられたとあなたが思うのなら誰がつけ口したかあなたの方がよくわかりでしょう僕は一言だってそんなことは言いませんよ書面を渡してくれたんですか返事は燃えるような焦燥の念に駆られながらガーニャは公爵の言葉を遮った ところがちょうどこの時、アグライアが戻ってきたので、公爵は言い返すいとまもなかった。さあ、公爵と、テーブルの上にアルバムを置きながら、アグライアが言った。どこかお好きなページへ。何か書いてちょうだい。これペン。まだ新しいの。鉄のでデカいませんンノーショカ 別のペンでは書かないって聞きましたけど。公爵と言葉を交えながら、彼女はガーニャがそこにいることに、気も止めるかのごとくであった。しかし公爵がペンを直し、ページを送って、用意をしている暇に、ガーニャはアグラヤが立っている暖炉の方へ近づいていった。そこはちょうど、 公爵のすぐ右側にあたるところであったそして震えがちな途切れ途切れな声でほとんど耳打ちせんばかりにアグラーヤに言葉をかけた、うん、一言たった一言聞かせていただけたらそれで私は救われるんです公爵はひょいと振り返って二人を見た ガンナの顔には絶望そのものの色が浮かんでいた彼はこれだけの言葉を考えもせずに夢中で言ったらしかったアグラーヤは23秒の間さっき公爵を見た時と全く同じようなあの落ち着き払った驚きを見せて彼を見つめていたそれにしてもあたかも相手の言ったことが 何のこととやららさっっぱりわかなないと言ったようなこの落ち着き払った驚きこの疑惑の色はこの瞬間のガーネにとっては最も辛辣な侮蔑よりもさらに恐ろしいものであった一体何を書いたらいいでしょうと公爵は聞いた「今私が口で申します」。 アグライアは振り返りながら言った「よろしゅうございますか書いてくださいな。私はセり売りには出されませぬ。今度は月日を書いてください。見せてちょうだい。まあ素晴らしいわ。本当に立派に書いてくださいましたわね。なんて見事なおたなみでしょう。ありがとう存じます。 では、公爵、またそのうちあちょっと待ってください彼女は急に何か思い出したように付け加えたあちらへ参りましょう。記念に何か差し上げたいんですのこれ読んでちょうだいと彼女は公爵にガーネの手紙を渡しながら言った は手紙ををを受け取ったたが夫人の念を浮かべてアアグライアを見つめた私知ってますわあなたがご覧にならなかったこともあなたがあの人の子分にもなれないことをまあ読んでくださいな私はあなたに読んでいただきたいんですから手紙には で込んで書いたことがありありと見えていった今日私の運命は決せられようとしていますいかなる道をたどるかはご承知のことでしょう今日私は二度とひり返すことのできない固い約束をしなければなりません今はあなたのご同情を請うべき何らの権利もなくあえて何らの権利を 弟はいたしませんけれどいつぞやあなたは一言ただ一言おっしゃってくださいましたがその一言が私の一生の暗淡たる夜を照らしついに私の灯台ともなったのでしたどうか今一度ただ一言あのようなお言葉をおかけくださいますようそして滅亡に瀕している 私を救ってくださいましどうか私に何もかもやめてしまえとそれだけおっしゃってくださいそうすれば私は今日にでも何もかもやめてしまいますああこれくらいのことをおっしゃってくだすったのでな何でございましょうこの一言のうちに私はあなたの私に対する同情と 憐れみの印とも見出したいと願っておりますただそれだけそれだけのことですそれ以上は何もございません何もございません私はあえて何らかの期待を持とうなどと言うつもりはさらさらございませんそんな期待を持つほどの柄でもございませんからけれどあなたにただ一言おっしゃっていただけましたら再び私は 貧困に甘んじ、喜んでこの絶望の状態をも耐え忍ぶものであります。戦いにも直面して、それを喜びとし、そのうちに新しい力を得て更生いたしましょう。どうぞ、同情の、誓って申しますが、ただただ同情の、お言葉をお寄せくださいまし。絶望に瀕したものが、 絶望の淵より己を救わんとしてあえて最後の努力をなしたことに対してその厚かましさをお叱りなきように切にお願い申し上げます GI この人はねと公爵が読み終わった時アグライヤは鋭く言うのであった 何もかもやめてしまえという言葉が、私に類を及ぼしたり、私を束縛したりしないとはっきり言っています。そして自分から、ご覧の通り証文としてこの手紙をよこしているのです。どうでしょう、子供みたいに、そそさと二三箇所、そばへ線まで引いて念をしているんですよ。でも腹の底の気持ちが、なんて無様に見えそいていることでしょう。 もっともあの人が何もかもよしてそれも自分一人で私の言葉など当てにしないでそれにこんなことわざわざ言わずに一切私なんかに頼らないんでしたら私もあの人に対する気持ちを改めてあの人のお友達にもなったでしょうそのくらいのことはあの人だってちゃんと承知しているはずですそれなのに あんな腐れ根性を持ってるんですからね承知していながらぐずぐずしているんです承知していながらやっぱり証拠を欲しがっているんですあの人は信用しようっていう覚悟がつかないんです10万ルーブルの代わりに私が期待をかけさせるようにと望んでいるんですこの手紙の中で あの人の一生を照らしたかのように言っている以前の私の一言って、これはずうずうしくあの人が嘘をついているんです。私はたった一度、かわいそうだって言っただけなんですからね。それを厚かましい恥知らずともんですから、すぐにあてにしてもいいような気になったのですね。そんなことは直に悟りましたわ。それでその時から私を釣りにかかったんです。 今でも釣ってはいますけれどでももう飽き飽きしましたわこの手紙を持ってってこの家お出なすったらすぐにむろんそれより早くちゃいけませんけど返してやってくださいなそれじゃ返事はどう言いますむろん何も言わないわこれが一番いい返事ですからねそれじゃあなたは 「あの人の家へ下宿するおつもりですの?」「さっき将軍が紹介してくださったものですから」と公爵は言った「じゃあ前もって申し上げておきますけれどあの人用心なさいましこの手紙をお返しなすったらもう今度はあなたを容赦しませんからね」 アグロイアは軽く公爵の手を握って出ていった。